はい、では続きやっていこうと思います。ではね、今回はね、メルト宮に戻ってきて、ここですね、闇の神殿なんですが、っていうことで、そう、真っ暗で先に進めないんですよね。まあ真っ暗だね。闇の精霊の力のようね、この辺りに強く影響しているんだわ。それにしても暗すぎるだろ。うわっ、うきゃ、俺様の足が。このままで先に進むのは無理よ。精霊研究所に行ってみよう。前にここを調査したらしいから、この闇を晴らす方法を知ってるはずさ。さあ、そうしましょう。さあ、みんなこと言えるわよ。はーい。お、俺様の足が。ということで、メルトキオに行きますね、行ったのね。飛び込んで。そう、相変わらずちょっと迂回ルートを取らないといけないっていうね。で、まずね、宿屋の前に精霊研究所に、ロイド、私たちが指名手配されていることを忘れてはダメよ。警備が厳しい場所には近づかないこと、よろしい？分かっているよ。宿屋の前を通りがかる必要があるみたいなんですけど、宿屋どこだっけ、ここか。あー、よしよし、来た。そう、なんとクラトス、あ、え、クラトスさん服装戻ってるね。クラトスさん戻ってるというか、まあだっけ、ルドガーの服ですけど。神木はオゼと近隣にしか生息しないと聞いたが、間違いないか。はい。ではもう神木は存在しないことになるな。私が伐採したものが教会に収められています。やはりそれだけかやむを得んな。待てよ。クルシスの連中はどうして神木のことなんかを気にするんだ。必要だからだ。他に理由があるか。何のために。今お前に話す必要を感じない。それよりもロイド、お前たちが行っている精霊との契約はやめるのだな。言われてやめると思うのか。どうなってしまうのか予測のできない行為は危険だ。取り返しのつかない事態になるやもしれない。それでも世界を同時に救う方法が他にないならやるしかない。焦るなよロイド。え、ちょっと待って、私たちが今やってることって間違ってるってこと？どういうことだ。ということで精霊研究所に行きまして、シーナ、それに皆さんも、みんなにちょっと頼みがあるんだけどいいかい。実はシャドウの、なるほど、それならブルーキャンドルがお役に立つでしょう。ブルーキャンドル、闇の力を打ち消す聖なるろうそくね。そんなものがここに。はい、古文書を頼りに我が研究所で複製に成功しております。じゃあ悪いんだけど、それを一つ貸してくれないか。それはもちろん。おい、こいつらのせいでケイトが捕まったんだ。そんな奴らの力になるのか。しかしシーナの仲間だ。ケイトがどうしたんだ。ケイトが罪人をかくまって逃がしたつもりで処刑される。ケイトさん、俺たちのせいか、クソ。ロイド、ケイトさん助けてあげようよ。ロイドさん、私も助けてあげたいと思います。そうだな、でもどうやって。闘技場で行われている試合に出てはどうだ。なんで闘技場。闘技場どうして。また、あれはもともと罪人と猛獣の戦いを解消するために作られた施設だ。罪人を闘技場へ連行するため監獄につながっている。そういや、あんたも檻の中にいたんだっけな。本当にケイトを助けてくれるのなら、俺が責任を持ってブルーキャンドルを用意してやる。よし、わかった、みんな闘技場へ急ごう。はい、なんとケイトさんが、闘技場、まあ、じゃあもうね、マップを把握しきて、あ、ここか。で、ちょっとね、戦闘キャラを分け合ってゼロスくんに変えます。よし、さあ行きましょう。じゃあセーブするか。よし、どなたが出場されますか。これは
これゼロス君でいいのか。え、お、俺、いや俺様、なんでよ、どうしよう、ロイド君も行けばいいっしょ。たまには働け。いつも働いてるでしょうよ。ゼロス頑張れ。それをしっかり戦いな。期待していてよ。頑張ってください。いやもうしょうがねえな。うるわしのゼロス様に出場してやるぜ。使いやすいな、お前。しかし、ミコは本名のままではまずいだろ。そうだよ、変わって知られてるんでしょ。そうね、仮面の騎士にもなってもらいましょうか。どうよどうよ、バッチリ決まってんだろ。早く登録してよ、ケイトさんを助けるのが目的なんだから。わかったよ、さすがの美形剣士に頼むぜ。ミコ様、いやいや、こんな方がミコなわけねえだろ。うるせえの、黙ってろ。君に見逃してくれないかな。あ、はい、どうぞ。日頃の生活態度は知れるね。あ、これね、ちなみにね、なんだっけな、ライドで出場すると1万ガルド払わなきゃいけないらしい。で、プレゼアちゃんだと5000ガルドらしい。で、ゼロスの場合はタダでできるから、今回ゼロスを選びました。君って魅力的だね。あ、ピーマン。女性、漏れなく女性に話しかける。おパイのみやった。僕にぶち込まれたいのか。準備はいいか。あ、ちょっと待って、あれ、ゼロスくんの実技はどうだったっけ。え、魔人剣、ファイアボール、強いやつ、魔人剣、カンクリバ、てか技全然覚えてないな。ファーストエイド入れとくか。あ、ちょっと待って、下でいいか、ファーストエイド。そして、で、横はなんか使いやすいやつを。よし、これでいいか。よし、行こう。はい。早速団体さんかよ、マジ。待って、さっきに後ろやるから。で、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、マジ剣天空レッパー。でも、これちょっと待って、負けるか俺。あ、ちょっと待って、負ける。あ、ちょっと待って、やり直しやり直し。やばい、私ちょっとゼロス君使えないかもしれない。やばい、ちょっとロイドで行くか。あら、でもあなた確か手配書の細かいことは気にするなって。登録料は5000ガルドだったわね。そうですけど、でもあなた確か手配書の、それからこれはほんの気持ちよ、1万ガルド受け取って。え、差額を好きにお使いなさい。じゃあ行きましょうか。お金ってこんな方に使うものなんですね。じゃ違うよ、多分。ちょっと待って、一応、あー、取られてる、やっぱり。くそー、貴重な1万ガルドがよ。しょうがねえ。いや、でも強いんだけど。いけるかな。あの、術者をね、先にいただきたいんだけどね。前の2人の、なんか、多すぎだろ。騎士みたいなやつが迷ってんだよ。出て、大魔神剣。で、で、大魔神剣。あ、当たりましたね。やっぱりロイド剣なんだよな。大魔神剣。大魔神剣。大魔神剣。だ、大魔神剣。大魔神剣。オッケー。あ、いけるわ。やっぱりロイド剣だわ。大魔神剣。ゴーマ人剣、ゴーマ人剣、よーし、楽勝すぎましたね。いい、やっぱロイドくん、よし、オッケー。で、そしたら、あ、ケイトを助ける、あ、そっか、ここか。ケイトさん、
どうしてあなたがここにいるの？俺たちのせいで捕まったんだよ。だから助けに来たんだ。ありがとう。でもいいわ。よくないだろう。何か事情があるならここを出てから聞く。とにかく早く逃げよう。どうもありがとう。しかし助けたわいが、この後彼女はどうするんだ？家族はいないのか？母は亡くなったわ。父はダメ。ダメってどうして？お願いがあるの。私をオゼットへ連れて行って。オゼット？あそこへも廃墟になってよ。それでもいいのか？あそこは私のふるさとなの。お願い。わかった。助けてくれてありがとう。私はプレセアを実験に使っていたのに、あんたが俺たちを見逃してくれたから俺たちはここにいる。そのせいで処刑されそうになったのか。助けて当たり前だよ。私の正体は知っても。正体？私の母はエルフだった。父は人間で、今マーテル教会の教皇の地位にある。めっちゃ重要人物やん。じゃああんたのお父さんってのはあの教皇なのか？お母さんにでよかったな。なんてこと言うの。そんなこと言ってる場合？ひどすぎるじゃないか。自分の娘を処刑するなんて。しかしな、ハフエルフが罪を犯した場合、例外なく処刑と決めたのは教皇自身なんだぜ。なんだよそれ。自分の娘がハーフエルフなのにどうしてそんなことを決めるんだよ。お前は俺に噛みつくな。僕絶対に教皇を許さない。待って、父にひどいことはしないで。どうしてあなたはひどいことをされたようなに。だってそれでも父親だもん。私、父が私にエクソフィアをクルシスの奇跡へ変える実験をしようと命令した時、正直言って嬉しかった。やっと私のことを必要としてくれたって。わかんない、僕にはわかんないよ。ジニアさん少し落ち着いて。だって私少しわかる。これとエミエルが私のお父さんかもしれないって思った時、あれが死ぬための旅だったのに、それでもお父さんがやっと会いに来てくれたと思ったら嬉しかったから。私一人で考えてみます。父のことや私のことやハーフエルフのこと、本当に助けてくれてありがとう。それからプレセア、ごめんなさい。なんだか悲しいね。どうしてこんな風になっちゃうのかな。こいつの勢力は必ず対決する。シルバラントとテセアラ、エルフと人間、天と地、そして狭間の者は犠牲になるわ。ハーフエルフも大いなる実りもミコも。そんなのダメだ。誰かが犠牲になればいいなんて。でもな、人が二人いれば必ずどちらかが犠牲になるんだぜ。優劣がつく。それは国も世界も同じだ。平等なんて幻想だ。生まれ立場、外見、種族、そんなものに振り回されるんだな。でも心はみんな同じだろう。誰だって自分を否定されれば傷つくに決まってる。それなのにそんなことを忘れてるんだ。心は同じ。そうだよね。みんながみんな思い合って生きていければいいのにね。少しずつ人は変われます。そう信じてできることからやっていくしかないよな。そうね、今の私たちにできることは精霊のくさびの解放よ。そう、ということでシャドウやな。ブルーキャンドルを手に入れよう。皆さんお待ちしておりました。ケイトは彼女の希望でオゼットに連れて行ってよ。そうですか。こちらも大変な騒ぎでしたよ。ケイトが脱走したことで教皇のメンツは丸つぶりです。皆さんが捕まらないかヒヤヒヤしていました。その騒ぎの時に俺たちもここを離れていたからな。あ、ブルーキャンドル、ありがとう。いや、俺たちの方こそ感謝している。これでシャドウのところまで行くことができるな。そうだね。じゃあありがたく使わせてもらうよ。頑張れよ、シーナ。やったー、ブルーキャンドル。あれ、アイテムは大丈夫だよね。うん、大丈夫、大丈夫。よし。あ、今回はこの辺かなーって感じ。うん、HP、あれ ?HP は、まあ、いいか、どうにかなるだろう。ちょっと闇なしで行ってみるか。で、入り口ちょっと入ったところで終わりにしようかなと、思います。やばい、謎解きがさ、どんどんめんどくさくなってるからさ、闇の神殿も、答え見ながらやっていいですか？やっちゃうね、もう。謎解きに時間かけるとね、もう、終わった後もう何も言いたくないってなっちゃうからね。あ、違う、彼女が選んだ生き方。あの村に、
一人で置いてきてしまって。サブイベントありそうじゃない？本当に大丈夫なんでしょうか。一人になりたいのでしょう。考えることはたくさんあるはずだわ。あの人も自分がハーフエルフだから苦しんでるんだな。そうね。でも彼女があの生き方を選んだのはハーフエルフだからではないわ。そうかな。そうよ。父親である教皇に愛してもらいたかったからプレセアの実験に加担した。それを血のせいにするのは卑怯だわ。確かにその通りだけど、うん、ちょっとかわいそうだって俺思うよ。甘いわね。いいえ、その甘さがあなたらしさなのかもしれないわね。はい、じゃあ闇の神殿やな。難しいね、ちょっとね。シンフォニアもいろいろ考えさせられるストーリーだよな。ここです。ちょっとセーブしとこう。セーブ。次回はシャドウかな。闇の精霊といえばテイルズだとシャドウだよね。はい、どんな感じでブルーキャンドル光るんだろう。よし、ブルーキャンドルを使おう。なるんだね、ダンジョンの中。これならなんとか先に進めそうだな。でもなんか、このマナの感じ、今までの封印より力が不安定な感じだ。行ってみればわかるさ。はい、じゃあ今回はここまでにしておこうかな。あ、なに、また助けたら恥ずべきこと。闘技場と牢屋がつながっていたとはな。リーガル様々だぜ。それを知っているのは恥ずべきことだ。まあでもそのおかげでケイトを助けられたんだし、いいじゃないか。デセアラヒロシといえども、社交界と経済界と牢獄に通じている貴族。本当だよ。あんたしかいないね。なかなかいない。ロス、いい加減にしな。まさに恥ずべきことだ。いや、まあ、なかなかいない人生経験だよね。じゃあお疲れ様でした。